こんにちは、アールーと申します。マイクロソフトフライトシミュレーターをやっていきたいと思います。今回はこのマイクロソフトフライトシミュレーターではこのようにマルチプレイヤーもできて、エアートラフィックという形で、ダイヤに沿って飛行機が飛ぶモード、飛ぶ設定と全く飛ばない設定ありまして、さすがにそちらにぶつかるわけにはいかないので、 AI の飛行機をたくさん用意してそれにぶつかってみたいと思います。お、 AI いっぱいいるな。とこのように表示されるんですよね。多分これは止まってはないのか、これが止まってるのか。まあここら辺を出発点にしてぶつかってみよう。よっしゃ、あるかな。近くにあの JAL の飛行機があるのかないのか。ねえのかよ。このロードが長すぎて、ロードの間にダメになっちゃうよ。これ成田で、羽田で、もう着陸してんなこれな。ちょっとロードが長すぎて。あ、いたいたいた、こいつじゃん。見失った。顔見つけてる気分ですね。こんなぐらいですか、こんなぐらいですか。徐々に下がってね。行きますよ。くそ、高度が違う。もうカクカクですね。このままぶつかっちゃうか。すっごい操作難しいですね。ダメだ、ニアミスが多すぎる。どこ行ったあいつ。あ、いたいたいた。よしよしよし。うわー、ダメだー。なんだこいつ、なかなか。あー、もうこれ羽田じゃん。くそ、こいつはちょっと逃しちゃいましたね。次の標的を探しに行こう。これか。うわー、入れて、ターゲット目標センターに入れて。これね、多分なんか消失しちゃうっぽいですね。そうやって衝突を避けてるのではないかと。あ、やっぱ消えるね。消えちゃうんだ、悲しい。僕のようなプレイングをもう想定していたのか知らないけど、ぶつかれないようになってるんですね。いやー、難しい。島津、そもそも空中衝突ってなかなかできることじゃないんですね。ということが分かりました。このゲームでは空中衝突がそもそも消えてできないということが分かりました。ご視聴いただきありがとうございました。今回は残念な結果になってしまったんですが、今後もいろいろ検証動画を作っていきたいと思っています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いいたします。